じゃ、始めよっか。オッケー。じゃあ、行くよ。最初から飛ばすな。なんか、早く入ってこいって言われてるみたい。どう入ってこうかな。まずは、こんな感じで。この音、やっぱりいいな。白石さん、さっきより気持ちいい歌声。伸び伸びしてて、遠くまで響いてる。あの、胸が痛くなる感じじゃない。すごく楽しそうで、こっちまで弾んでくるみたい。こんなにいい歌を聴かされたら、私も。あ、今、映像がちょっと変わった。前に聞いた時も思ったけど、キレッキレの音だな。なんか、独特のグルーヴがあって、癖になりそう。それに本当、楽しそうに演奏するよね、日の森さん。音がどんどん乗っていくのがわかる。でも、私だって。白井さん、そういう歌い方できるんだ。いいじゃん。それじゃ、次は。私は歌えないの。なんか違うな。しっくりこない。もっと臆病なカナリアらしくできるように、できるようにならないと。はぁ、あ、臆病なカナリアは自分の住んでる森を怖がってるから、その気持ちに近づけるようにちょっと怖いこの通りに来てみたけど、これだけじゃ役作りには全然足りない気がする。もっと違う練習方法を考えていかないと。いい方法が見つかったら何度も練習すれば。でもそれで本当に、歌声？あそこにいるのって白石さんと日の森さん？すごい。白石さんも日の森さんもあんなにすごい演奏ができるんだ。私もやらなきゃ。本気で追いつきたいならもっと全力でやらないと。届くわけない。結局何曲もやっちゃったね。歌ってたらいいところで気持ちいいフレーズ入れてくるから、なんかどんどんテンション上がっちゃった。私も。それにいい歌だったよ。白石さんの歌、とにかくパワフルだから、私も今持ってる技術や弾き方全部使っていろいろやってみたんだけど。そうそう、あのすごくゾクゾクする音、何？びっくりしたんだけど。あれは前にちょっとした遊びで、ああいうアーティストの弾き方を真似してみたことがあって、普段はやらないやつだからいい機会だったよ。そういう白石さんだって急にリズムの取り方変えてなかった？え？まあつい気分良くなっちゃって。だって私がアレンジ入れるたびに違う弾き方してくるから。まあおかげですっごい楽しかったけど。
あの…え？草薙さん…あれ？こんなところでどうしたの？なんだか珍しいね。あ、散歩してたら二人の演奏が聞こえて。そうだったんだ。すっごく熱中してたから、もしかしたらうるさかったかな。全然そういうのじゃないの。でもよかったら私も一緒に歌っていい？うん、もちろん。いいよね、日の森さん。うん、一緒にやろう。ありがとう。じゃあ、行くよ。うん。やっぱり二人はすごいな。日の森さんの演奏で前に押し上げられてるみたい。それに少しでも躊躇したら白石さんの声に飲まれちゃう。もっと私も声を張って。出た気がする。混ぜてくれてありがとう。全然いいって。私も草薙さんと合わせるの楽しかったし。うん、いい歌だったよ。あ、よし、じゃあそろそろ解散しよっか。二人とも付き合ってくれてありがとう。日の森さん、今日は本当にありがとね。うん。あ、そうだ、二人ともよければワンマン見に来ない？え、いいの？私も？大丈夫だよ、チケットは用意しておくから。ありがとう、すっごく嬉しい。楽しみだね。うん、日の森さん、ありがとう。ワンマン、頑張ってね。ありがとう。絶対にいいライブにするから期待してて。すごくいいセッションだったね。あ、ミク、聞いてたんだ。まあね、シホもいい息抜きになったんじゃない？うん、一緒に演奏できてよかった。本番に向けて力ももらえたし。ミク、私音楽をやっててよかったな。どうして？音楽を続けてたからみんなとここまで成長できたし、今日みたいな演奏もできるようになったんだなって思って。ふふ、そうだね。シホならこの先ももっと成長できると思うよ。それにあの子たちもね。うん、そうだね。私もみんなで最高の演奏をしよう。それで練習でもワンマンでもその先のまだ知らない場所でもずっとみんなの隣で
ベースを鳴らしていたいな。